ホームでまず1勝できたことが何よりも嬉しいですし、まあ、ファンの皆さんにそれを届けられたことが試合の総評もありますけど、まずはそれが一番良かったので本当に皆さんに感謝してますし、そういった気持ちがこうゲームに出たなというふうに思います。まあ、僕がこの越谷アルファーズに来て、まあ、3、4ヶ月ですかね、今経ってますけども、この言っていることだったりやっていることっていうのは毎日毎回変わってないかなと思っていて、一生懸命プレーすることだったりとか、コーチがこう求めていることをこう感じ取りながらプレーするだったりとか、やっぱそれを何て言うんですかね、選手一人一人に龍造さんが求めているものは、もちろんそのチームとしてやりたいことはありますけど、それぞれのいいところをやっぱり出してほしいっていうのがあるので、まあ、そこを選手たちが勘違いっていう言い方したらあれですけれども、シンプルにその良さが出せるような形っていうのを練習の中から見つけていますし、そういった心声がけだったりっていうだったりはしてるのかなというふうに思ってます。はい、まあ、オフェンスというよりは多分ディフェンスの部分なんじゃないかなと思っていて、龍造さんが言ってるのはもちろんそのオフェンスでの終わり方だったりっていうのはあると思うんですけど、オフェンスの部分で言ったら自分たちの意図したシュートを打ち続けることがそのワンポゼッションの大切さだと思いますし、ディフェンスで言ったら相手がやりたいようなシュートを打たせないとか、今例えば僕が決めたんですけど、その後にスリーをやり返されて、そういったことだと思います。やはりそれは2ポイントにしてほしいし、簡単にコーティ選手に、まあ、今日もかなりのシュートを多分決められていると思うんですけど、あれをより難しいシュートを打たせてほしいし、そういったことなんじゃないかなって僕は思いますけど、ね、はい、まあ、正直ですけど一緒にプレーするっていうことがこう結びつくっていうのを想像できてなかったです、まず最初に。でジェフが来るっていうことになって、もちろん自分としては嬉しい気持ちだったりとか、これまで、まあ、B リーグもそうですし、まあ、JBL だったり NBL だったり、そういった時代からこう日本のバスケットをこう牽引してくれて、本当になんていうんですかね、かなりタイプとしては一石をこう投じたようなプレイヤーだと思うんですよ。そこをその選手というの、まあ、もう今年彼は終わりということを言って、選手としてはその1年を一緒にプレーできるっていうことへの喜びの部分の方が大きいかなと思いますし、今でもやっぱりなんて言うんですかね、今日のプレーだったりも、まあ、押し込んで決めたりとか、まあ、相手は20センチ30センチでかいんですけど、やっぱそのフィジカルの使い方だったり自分のこう生かし方っていうのを本当によく知ってる選手だなと思いますし、自分がやっていて本当に頼りになるので、このジェフとの1年っていうか、まあ、そういったこともこう楽しんで、もちろん辛いこともありますけど、まあ、そういったこともこう共にできたらいいなっていうのはすごく思ってます。いや、おっしゃる通りですね、たくさんのところにパスを散らしてくれて、もちろんその自分でも得点はしてくれるんですけれども、今どういったところでこうアドバンテージが取れてるかとか、やっぱりそういったことをアルファーズの選手たち、まあ、僕も含めてなんですけど、みんな学んでいかなきゃいけない段階だと思っているので、本当にジェフは今年1年しかプレーできないですけれども、その1試合1試合1日1日の練習を一緒に共にしていきながら、この時間を大切に、学べるものを全員で学んでいきたいなというふうに本当に思っています。まだまだの部分の方が大きいかなと思っていて、今日も本当にどっちに転ぶかわからない状況でしたし、ただこういった勝ちを拾うって言い方したらあれですけど、やっぱり自分たちのものにしていきながら成長していくっていうことがすごく大切だなと思っていたので、まず最初にも言ったんですけど、一生できたこと、そしてそれがどういうふうな影響が次に出てくるのかっていうのはすごい興味がありますし、その一生を大きくしていかなければ自分たちっていうのはすごく難しいと思うので、自信を持った段階でいろんなことができるようになって、若い選手が自信をもうさらにこう積み重ねていく、積み上げていくっていうチーム作りを、まあ、龍造さんとそしてアシスタントコーチの方々とやっぱりそういったことをやっていかなきゃいけないのかなというふうに思ってます。そうですね、まあ、全てがやりがいなんですけど、まずはもっとできるかなと思ってた部分があったりとか、なんですか、自信を持ってプレーしていたりとか、選手自身がそれぞれの
マインドだったりとか上がっていきたい気持ちがあるかなっていうふうに、外から見てて思ったんですけど、中にこう入った時にやっぱり B1 に上がったことに満足だったりとか、その B1 のチームでプレーすることに満足してたりとか、プレータイムがあることに満足してたりとか、やっぱそういったことっていうのはすごく肌でこう感じたんですよね。なのでもう B1 に来たら、例えば今日安藤選手がいました、先日だったら岸本選手だったり、もうずっとやってるその選手たちと同じ土俵なわけじゃないですか。でそれを自分たち自身でこうなんていうんですかね、あこの選手だみたいな、上に見てるという言い方したあれです。で実際はこうレベルは高いんですよ。ただそこをこう食っていかないといけないっていう気持ちの部分がまだまだこう足りないというか、そういったところでこうバスケットボールできてないのが、なかなかこう強豪チームに僕たちが噛みつけない理由なんじゃないかなというふうに思ったので、そこはあの今週の中でもすごい言っていて、もう同じレベルだし、むしろ相手を叩き潰してでもやらないといけないマインドを自分たちから持っていかないといけないっていうのは、まあ、やりがいというか、そこをこう変化させていくっていうところがまず大切だなっていうのを一番思ってました。で、まあ、もう両面ですよね。それが難しいし、少しできればちょっと良くなるけど、やっぱり緩みが出てダウンがすごくこうバックしてしまう、自分自身のプレーが。やっぱそこら辺の慎重に生きながらも、まあ、大胆にというか、まあ、それができるチームなんだけど、それがなかなかできないとか、本当いろんなところで、心の持ちようですよね、選手としての。そういったところをどういうふうにこう積み上げていくか、練習はしてるので、ただそれがこう試合でどういうふうに出てくるのかっていうのを、みんながもっと自分自身を知らないといけないし、自分自身との会話を増やさないといけないんじゃないかなっていうのはすごい感じてます。